ということです。こんな感じで、またちょっと怒ってるけどね、こんな。それでチュール今からやろうかな思ってね。はい、はい、うん。ただまだカッカッって言うんですよね、これ。このこれ明日からもうちょっとね、日曜日休みになるから、ここに置いとかですからね、一旦ね、これでこの、このゲージに入れたままね、連れて帰ろうかなと思ったりね、ね、いつまでもこんなね、ここで置いとかれるからね。まあ今日からうんことおしっこうまいことここでやってました。な、まんやろね、チュール。けどまだ懐いてないですわ。今こうして懐いてるように見えるけど、まだ懐いてないからね、こう怒るから。ちゅうかね、ここかぶせてても多分寒かった思うっすわ、ほんまに。なあ、寒いこと。まあ一応ね、焼酎、これ匂いの元、これ焼酎の炭でやってるんやけど、ね、ちょっと効いてんかよくわからんけど、焼酎ね、今まで匂いはだいぶマシになってきたけどね、僕の鼻がおかしなっただけなんだもんなんけど、うん、ね、自分のに、ね、まあ猫の匂いとかいっぱいついてると思うんやけど、ね、ひょっとしたら臭いかもわからんしね、うん、猫臭が。この中ね、うちのこたつ、昨日の嫁はんも言ってたけど、ね、猫臭すごい言ってました。それはね、10匹ぐらいこたつだから寝とるからね、開けたら猫臭すごい言ってました。ね、こんな感じ。ちょっと慣れてきたかなと思うけど、まだまだですね。うん、ね、今日連れて帰れ。はい、まあ、連れて帰れたらちゃうけど、今日連れて帰らないとダメなんですよ。うん、まあ、このままで置いとくか、ちょっと考えない。ゲージがないからね。というか、置くとこないからね、工事かかるのに、ちょっと、ハチワレちゃんの横まで行ったら、ちょっと、邪魔なんか、邪魔ちゃうかな思ってね、工事かかるないから。ねえ。まあ、この子はこのままにしとこうかな、と思ったりね。ちゅうことです。まあ、さっきちょっと公園歩きに行ってきて、ちょっとね、あれですわ、またその子供、あれさ、最後に難儀して捕まえた黒猫、ね、あれの兄弟や思うんやけど、もう一匹なんか今日新しいあの黒猫、大きさ的にあの子とだと兄弟は思うんやけどね、ね、前、ずっと前の動画見てもらったら分かるけど、僕もちょっと、まあ、見てもらったら分かるけど、僕がもう一回見直さなあかんけどね、黒猫が3匹おったかな思ってね、8割が5匹おったん知ってんすよ、お母さんとね、ちょっとすみません、今、ゲップしたの、これ飲んでるか、デカビタ、パワーアップション、まあ、それで、ちょっと、あの3匹の黒猫がおったか、ちょっと僕ももう一回見直そうかな思ってね。だったら、兄弟かもかな、あれ。あんな子まで折ってんな、みたいな。全然知らんかった。まあ、動画、これの前になるんか、後になるんかは知らんけど、あげるのはね、これの前に撮ってんすよ。それと、公園の管理人のおっちゃんの話、の話をちょっと、ちゃん、あれ、撮れたな、思ってね、うん。猫じゃないいう証拠で、ちょっとね、うん、撮れたかな、みたいな。まあそんな感じです。まあ犬の散歩してはる人のマナーの悪さがよう分かりました。まあ、飼う資格ないよね、と思いますわ、ほんまに。それもできへんやったら、もう散歩さすなと思うんだ、ほんまに、うん。はっきり言うときますよ、ここで、うんうん。ほんまに。散歩させるんやったら、糞を取られへんやったら飼うな。それだけ。はい、以上です。はい。